スーパーマリオメーカー、今回はレトルトさんが制作されたスターパニックというコースで遊んでみたいと思います。クリア率 0.51。 スターパニックなんで多分スターバーって使うんだろうな。コースの全貌がこれだけ見ても意味がわからんすねどうなってんだろうね。まあとりあえずやってみるか。スターパニック、いかなるもんかね。なるほどなるほどなるほど、あのスター取んなきゃいけないんじゃない？多分そうだね。うん、取って進まなきゃいけないんだね。あ、そうだね、そうなってるね。おお、いつの間に敵が、ひひ、ちょっと待ってね。これ裏道なんじゃないの？うわうわぁ、びっくりした。のこのこはどっから湧いたんだろうね。あ、いたのか、もともと。ギリギリで取れなかったけど、まあなんとかなるだろう。とりあえずこれが第一。お、やった、海面だ。海面は得意です。ちょっと喋れなくなるけどこれもスター取んなきゃいけないんだろうな。間に合った。じゃあ右行くか。取らなくてもいいのかな。これそうだよね、クリボーがイカみたいな動きしてくんだよね。お前らもいるのか。これ歩いてれば確か大丈夫じゃなかったっけな。オッケーオッケー、スターだよね。いや、亀ザード。あー、欲しい。欲しいけど取れねえな。スター取んなきゃいけないんだろうけど。ぐるっと回ってきちゃったのか。このクリボーは多分倒せると思うんだよな。ほら、一匹ずつ処理していこうぜ。オッケー。で、多分これがスターなんで、一気にブワーっていかないとダメなの。いや、思った以上に早く取ってしまった。でも大丈夫、泳げば早い。よし、オッケー。スター、あぶね。フランキー、フランキー。集中、集中、集中、やべ。うわぁ！レンスター。今のは、ツタで手間取りすぎた。よいしょ。まあ、全貌は分かったから。いや、中盤までの流れは分かったから、多分大丈夫だと思う。そこまでは。この後、海面。これは得意だから大丈夫。おほほ！言うて慎重にはなるな、やっぱ。あぶねえ！まあそんなに急がなくても大丈夫だったかな。上も下もあるけど、多分右が正解でしょ。
このクリボーを処理しないといけないですね、まずね。おいでおいで。なんかこのクリボー見てたら焼きおにぎり食べたくなってきたな。なんか焼きおにぎり食べたくなってきたな。くっそ。なんなんだ。結構泳がしても大丈夫。泳がしたら余裕。さあ問題の王だな。帰ってくるでしょ。来てくれるよね。よかった。よし行くぞ。おっしょ、ケイ。上？ゴールだ。あ、ほんとだ。マリオ3はそうだ。それ取るんだったもんね。よっけー。結構早い段階でクリアできたな。3回目のマリオでクリアできたんで、ちょっと驚いている。クリア率 0.38、0.51 か。の割にはだな。あ、でも違うな。クリア者数は多いんだよ。パーセンテージに対して。ただ、プレイ者数が多いから、こういう数値になってるんだ。はい。じゃあ、無事クリアできた、ということで、また世界の新着言っとく？注目のコースにするか、新着にするかなんだけど、ちょっと新着だと、あれなんで、やっぱり注目のコースって言った方が当たりが多いんだよな。なんで、当たりの確率が高くなるんで、注目だから。そうですね。これ面白そうですね。カナダの方、デニスさん。シャイガーエスケープフロンベ、スーパーマリオブラザーズ2ミュージアム。やってみようか。クリア率はそんなに低くはない。どっちかっていうと、スーパーマリオブラザーズ2にヘイホーっていなかったと思うけど、かわいいなぁ。BGM がいいですね。あ、これはなんか本当にミュージアムだね。かわいらしい感じで。いいね。平穏無事ってまさにこのことだろ。いつも鬼畜なコースばっかやってっからな。ぜい。tried。 うわっ！はぶれ！でででででで。tried の後なんて書いてあった？スペース？ちょっと余裕なくて見れなかったぞ。しゃがんだ時の英語、かわいいな。これどうすんの？あ、こいけってことか。コインの方か。はい。この英語ツボだわ。かわいいな。イラッとするな、かわいさに。ん？左も右も？戻れってこと？あ、ほんとだ。入れる。入れねえ。ここじゃねえんだ。突然謎解き要素に変わって困惑している。あ、ほんとだ、左戻れんじゃん。出てきた。これは持ってけないんでね。お、入れた。もっと左に行けばもしかしたら、あのドアに入れたかもしんないね。入れないんですけど。そっか。スター状態でこっちに行くんだ。おー、行けた。
上に行きたいけど、ちょっと無理だよね。いける。こうだ。ナイトメアミュージアムだな。フリー？これは、あれなんですね。どっちかっていうと、ボスとか、あ、ボスじゃねえや。この敵キャラ、モブたちに対する、あれなんだよね。多分ね。あーすげえ、そしたら入れるんだ。なるほどね。おーすげえ。難しいコースもいいけど、やっぱこういうやついいよな。これがマリオメーカーのいいとこだよ。難しいコースばっかやってるとね、結構ハードなんですよね。心が。心が折れるんで。このコース好きだなぁ。はい、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。またいろんなコースで遊んでいきますんで、ぜひ見てやってください。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。